今回は麻婆ニラ玉の作り方を紹介します。半熟に炒めた卵とニラ、麻婆が合わさりご飯の進む一品です。それでは作っていきましょう。材料は卵2個、豚ひき肉 50g、 ニラ1/2束、ニンニク生姜大さじ1です。鍋を温めている間に卵に塩コショウをして下味をつけてからよく混ぜておきます。鍋の油ならしができたら大さじ1くらいの油を入れ卵を炒めていきます。鍋からうっすらと煙が出てきているくらいの温度で卵を流し込みます。入れたら周りから膨らみ、気泡が出てきたら真ん中から混ぜ合わせた半熟に炒めます。卵がまとまった形になったら取り出しておきます。また鍋に大さじ1の油を入れ、ひき肉を炒めていきます。ひき肉はお玉で潰すように広げ、炒めていきます。このくらいのこんがりとした状態になるまで炒めます。豆板醤小さじ1とニンニク生姜を入れ炒めます。紹興酒または酒を小さじ1、鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油大さじ1も同じようにして入れます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 120cc 入れます。ニラも入れます。お好みで砂糖と味の素を少量入れます。水溶き片栗粉大さじ1を2回に分けて入れます。卵を合わせます。ゆっくりと混ぜ合わせれば完成です。皿に盛り付けます。今回は麻婆ニラ玉の作り方を紹介しました。詳しいレシピと作り方はブログにも書いていますので、そちらを確認してみてください。ブログのリンクは概要欄にあります。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。